ないよ。ほんのちょっと前まで死ぬか生きるかだったんだよ。戻るって。残念。楽しみだな。一緒にお勉強できるの？好きな人ができても一番はあざなだからね。マムは？だよ。何があっても私ついてくからね。みんなもマジたちも一緒だといいね。みんなでお引っ越しか。
よね。ねえ、あざな。ここ、おいで。主人様は？ね、もう大丈夫。よかったですよ。それで、ハムは？まだ、ご主人様のお部屋ですわ。ごめんなさいね、マージちゃん。主人様は、ご主人様は、まあまあ、それで、ハムは諦めた？いいえ。多分また町に出ようとするでしょう。今度はご主人様と一緒に。どうして止めないの？無茶だよ、ハムは。あの二人は若いから。
いつか無茶を可能にしてしまうんじゃないかしら。そんなの、わからない。そうね、わからない。でも、きっと、なんとかしてしまう。諦めることを知らない女の子。いつでも元気をくれる優しい男の人のあの二人なら、でも街に出たら出たであの二人は。そうね、あの二人はいつか人のもとに溶けていくでしょう。そして低迷を手に入れることになる。人のそれとは長さが異なり、私たちには存在しないもの。ご主人様が死んじゃう。すぐにそうはならないわ。それこそ人が何度も代替わりして友達を、その子供を、その孫を何世代も見取ってからになるでしょうね。それは私たちにしてみれば瞬きの間かもしれない。ご主人様言っちゃやだよ。あの子ったら、いつの間に。
子守歌、いつもマムに聞かせてた。私のじゃないの。ご主人様のお母様が、あなたの名付け親が、ただ一つ私に残してくれたもの。マジか。我が子をあやしつけるために、好きな人に思いを伝えるために、彼女がいつも歌っていた。私が受け継ぎ、そして今ファムが受け継ぎ、やっとご主人様のもとに返すことができた。いい歌だね。どれにしますか？よろしいですか？